ガボンの騎馬製マスク人類博物館はフランスの博物館であり民族学者ポール・リベが1937年のパリ・バンコク博覧会の際に設立した1882年に設立されたトロカデロ民族史博物館の後ろ身であり1878年のパリ・バンコク博覧会でパリ16区に建設されたシャイオグーのパッシー側のほとんどの部分を占めている 同博物館は16世紀に鎮品陳列室と王室キャビネットで作られた歴史的収集物を引き継いでいる。これらの展示は19世紀を通じて充実し、さらに今日もなお続いている。その目的は全てのものを一箇所に集めることであり、人類なるものを定義することを狙いとしている。それは進化における人、統一性と多様性における人、 文化的社会的表現における人である。同博物館は様々な象徴当局の管轄下にある研究センターであり、フランス国立科学研究センターからのいくつかの統一グループである。この展示のうちのある部分はケ・ブランデ美術館に移される予定である。1974年までは同博物館はサラバートマンの遺体をディスプレイしていた。アーカイブされたコピー。 2007年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年7月11日閲覧ありがとうございます。